¡Ring! うい、ちょ、これはね、響きがフラストレーション溜まってるの、これ。落ち着け。仙台勢の中ではこのマナミ選手が上です。そしてマヨメラス勢の中では進藤、そしてマリアを差し引いて先にフライング気味のスタートを切ってしまいました。あー苦しい。さあどうにかしてカットワーク、行きたい行きたい行きたい。よし、岡がカット入りました、入りました。お、金子もカットに入ってます。さあ、流れを変えたい、流れを変えたい、選手勢流れを変えたい、うん、アナミどうした。さあ、田村が見てるぞ。そして跳ね返した。響きに落ち着きがない、響きに落ち着きがない。なんだどうした。マナミ選手捕まったままだ、流れを変えたい。さあ響きが変えさせない。どうしたどうした。仙台タンクだぞ。さあ流れを変えたい、流れを変えたい、マナミ選手流れを変えたい。マナミどうした。響きはちょっと、お、流れを変えた。進藤が強引にチェンジ、スイッチした。まだここからが勝負だ。全然まだまだ足りない。激しさが全ての君らの力だよ。さあ、余裕を持ったらやられるんだよ。あ、さあ丸見選手の反撃いった。さあ流れを変えたい、流れを変えたい。お、まだ踏ん張る、まだ踏ん張る、まだ踏ん張る。さあウェイティングしている選手勢の若手まだいます。岡、そして金子、中に入っているのはマナミ選手とマリア。サーフボードから腕を固めていった、腕を固めていった。お、金子がカットした。
さあここはマリアがロープブレイク行きたいが行かせない。ああ行った。やり返せ。なにわ魂も持っとるやろ。いかんかい。マリアも譲らない。いや打たれ強いな。しかしさあこさあ金子が来た。スッチ出た。意地だ、意地。そうだ、お互いに意地を出しちゃえばいいんだよ。ヘッドバット、おい、そうだ、こんなんで、ほら、マリア、バックエルボーから抑え込んだぞ。うう、バックエルボーのドロップキック、流れを変えるが。こんなもんじゃないだろう。手がいにまだ出し合えるはずだよ。よし、はい、どうしたyou
まだ見せないじゃない、スイッチした。打点高い。攻め立てる。まだまだ見事、ここでギブアップ、もフォールも許されないぞ。さあ、このクラスは非常によくドロップキックを使います。大きな技をもらっていない限りドロップキックが全ての技の大半を占めます。これは慣れてるはず。なぜならば師匠がさあ戸村萌子だからです。そう、ガイアジャパン時代に散々教えました。さあこちらも抑え込む。さあ、前回の時に響きは仕上げできないまま対抗戦終わっております。その悔しさがロープブレイクまで持っていく。バックフリップから、センター、チェンジいかない。まなみ選手を捉えた。まだ捉えました。意地です。意地で絶対にスリーカウントを取らせないという意地です。そしてなぜかスイッチもいかない。そのまま響きの意地もありますが、全軍乱れてカットワークに行く。
さあ、響き、響きどうした、響きどうした、さあ、さあ、選手のまだ決めきれない、さあ、連続してドロップキック浴びる、ここで求められることは少しの冷静さです。選手戦にしては今がチャンス、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 チェンジに行かない、さあここで勝負をかけに行くのか、勝者、